徳島でキャンパラナイト。今考えたら、今日本当に全部同じことを。はい。パッチョみたいなやっぱり知ってる方も多かった。この間よしみさん。ありがとうございます。はい、メンバーとか。でもやっぱラジオと全然違うわ。ちょっと今ユーストリームが始まったんで、はい、今ちょっと褒めてもらったんですけど、もう一回言ってもらっていいですか。キャンパさんもやだし、すげえわ。いや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 、やっぱ名前見るとラジオと違うね。生がいいわ。生がいい。すいません、ちょっと説明不足で何を褒められてるのか、まあ、見てる人分からないと思うんですけど。いや、お前を褒めてくれ。言ってくれっていうタイムが早かった。今日はですね、徳島で活躍するロックバンドのザ・春夏秋冬の、ワンマンライブ、ツアーの、ファイナル、押しときゃ、何やったっけ、よかったってなるでしょ。で、ツアーのライブファイナルの方に、僕たちキャンパスボーイが出演させてもらいます。俺が亮太だ。俺が亮太。俺が亮太。画面に映ってなかったからさ。清水が俺が亮太だって言ったんかなと思った。はい。の方に出させてもらいまして、僕たちはね、今、グラインドハウスというね、秋田町にあるね、ライブ会場の方の、ここは楽屋ですかね。楽屋の方です。はい。大ちゃん。みんなね、ライブ終わりで結構ハイな気分になっております。ちょっと一旦座りましょうか。はい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 、はい、ね、ザ・春夏秋冬とは、前にね、僕たちが出演してるね、ラジオ番組フライデーオンラインの方にね、ゲストで出させてもらいまして、そちらの方からね、てかまあ長くいけばバーリトゥールとか、そういうねイベントとかからの付き合いなんでございますけどね、今日初めて同じ舞台の上に立てて、共演できたというわけでございます。楽しかったですね。こうグラインドハウスって言って、普段は音楽のライブをやるとこなんですけど、こちらね、ちょっと近くに映るかな。ほら、ほら、どうかな、な感じ。とライブ会場なんですけど、ちょっとね、ここで初めて、芸人が舞台の上に立って漫才をやったと、すごい伝説を残したっていうわけなんですね。まあこういう張り紙をねありますけど、楽屋は大変狭くなっております。譲り合ってご使用ください。楽屋内の関係者が絶対入らないでください。まあ、僕らは関係者なんで入っていいんですけどね。いろいろとね、ここほらほら、いろんなね、数々の有名バンドが、サインをね、書いて、サインかなこれ、ね、サインをね、サインを書いていたり、これチャットモンチーとか見ますよ皆さん。チャットモンチーとかもおるし、みんなが知ってるのかな、誰やろな、加藤君もおるわけなんですけど。誰が誰の番だよ。ね、コロスケナリエもおるし。ウシコヘル。これ誰が来たの？ズーシー。ね。タイマーって書いてますけど、大噂ですね、これ。徳島の人だったら分かると思うんですけど。まあ今日はね、軽く15分だけ配信していきたいなと思います。ね、はい。ドラムのてっちゃんです。今ユーストやってます。映っても大丈夫。大丈夫大丈夫。はい、ドラムのてっちゃんでございます。終わったよ。ありがとうございます。キャンパス版もよかったよ。はい。これってなんなん？これはね、ユーストリーム言って、まあ、ネット動画なんですよ。毎日毎日僕らこれやってるわけなんですけど、まあこれ今日は15分ぐらいやろうかなっていうことで。石川君は僕の前の職場のお母さんがね。はい。前職場の人がお母さんで石川君の。そうなんですよ。つながりがつながりがあったんですよね。うん、来てもらってありがとう。 お母さんもね、うん、知ってました？知ってたの？あ、マジで？はい、あの子がそれをステージで喋ろう思ったら忘れたんですよ。ああ出会いのてっちゃんが王将で会ったこと、そう、王将じゃない、王将天気でやってると、ね、うん、ああ出会いから西浦の親の話まで意外にそれを忘れた。あの、はい、てっちゃんでもやっぱ舞台でドラム叩いてるとすごいね、なんか、ありがとう。人が変わったかのように。多分これ見とる人は僕がどんな人間かってのは分からんと思うんで、またライブに見に来てください。はい、それが一番でございます。春夏秋冬やってます。お願いします。福島県民です。二軒野町です。絞られてる。いや、絞られてる。
春夏秋冬やったら来るんちゃうかな。僕らもその手のボケやってるんですけどね、全然誰も来ないですよ。聞いたのに来たところでね、昔小学生に追いかけ回されたことあるんですけど、子供にいいじゃん。子供、いや、なんていうか、舐められやすいというか。いや、子供に人気あるってこと。飴玉で追い返しました、あれ。飴玉投げて、投げてはないですけど、なんか渡して帰ってもらったんですけど。飴玉で。飴玉で。ね、いろいろ来てるんよね、今日じゃないわ、今までに。こんだけサインあるやったらちょっと隅っこの方に変えていこうかな。これで怒られるかな。怒られんかったら。いやちょっと思ったよそれは。うん。思うやろ。このトイレの隅の方に変えとったら。チャットモッチのええとこ。あ、お前チャットモッチトイレに変えてる。あれチャットモッチこっちにもあったし。これは2011年の3人組の時。あ、2013年。あ、これ最近や。最近はトイレに変えたんや。チャットモンチーは。そうなんや。じゃあもうここに変えない。メンバーのテレビ。ドラムのキャンパスボーイで。ここ、じゃあかからへんな、チャットモンチーあるんやったら。隅の方に。どっか、換気扇なんか開いてるよ。ごっつい汚い。ここはなんか。ところによってはこう上からポスターやシール貼られるからええとこ探さんと。ああ、そうか。ここみたいに書かれるということか。貼られてしまうと。すごいね、これは。これは夢切っていったバンドたちの株は浮き上がってますね。こわ。すごい。あ、ピッカリ高木さん。あ、おっと。ピッカリ高木さんおった。そうです。あ、じゃあアインシュタイン稲田や。おお、すごい似とるな、アインシュタイン。いや、それ稲田や。稲田や。で、アインシュタイン稲田。それは稲田や。へえー、すごい。稲田来てたんや。すごいな、ここ。ベジータが微妙に流行ってるね、ここ。いや、まあここはね、関係者以外は入ってはいけないとこなんですけど。いやー、強い。若干まあライブに出させてもらったわけなんで。ここってマイク落としたら3万円なんですね。それが怖かった。俺ハンディやったから。いや、落としたことはないんですけど、落とすなって言われるとなんか急にプレッシャーがかかるんですよね。うだやなんてことない。劇場とかでないの、マイク落としたら。落としたことはないですけどね、マイクをこうマイク越しに拍手してもうてめっちゃ怒られたことあります。ほんまに常識知らん若手やなって言われたことあります。あ、ごめんなさい、すいません。よかった。いろいろとね、アーティスト、まあ芸人が立ったのは初めてやと思うんですけど、いい思い出になりましたね。で、なかなか自分たちのライブ以外でこうやって小屋でネタすることもないんで、非常にね、お客さんもノリが良くてやりやすかったです。こうよし、ちょっとすいませんね、なんか流行ってるけど。清水のお母さんから。はい。何これ。今ね、撤収作業してね、みんな忙しそうですね。あ、ファン焼き買ったげんや。ライブはね、9時半ぐらいに終わったんですよ。で、10時までにカンパケって完全撤収せなあかんわけなんですけど。出待ちが結構いますね。やっぱさすがザ・春夏秋冬で。いやー怖い。わかりますね。清水君サイン書いてるんですか。
はい、書きました。書いた。5分ぐらい口に含んどけば全然違うらしい。で、ロックのこと書いてんだろうな。まあ、ただコーヒーなんだけど。またこれ、2つお願いします。なんかロックなこと書いて。ロックなこと。ロックなこと。世間に不満いっぱいあるやろ。いや、いっぱいあるけど。あるけど、書こうよ。シンプルに。ね。年末どう過ごすねんだよ。話やの。そういうことがあるんだよ。生活保護がどうのこうの書いて。ね、いろんな羽をマイクは正しく持って歌うようにしましょう。うん、確かにこっちの持ち方はカラオケ屋で生きたやつでね、なんかよく見ますよね。うん、これは聞いたことある。こう持ったら一番、これはね、一番間違ったマイクの持ち方だってね、誰か教えてくれたな。こんな、こんな、こんな感じでね、フラットな感じで持つのがいいらしいんですけど。確かに、高校生とかみんなこの持ち方やな。大事。ダイナミックマイクの基本やで、と書かれてあります。これ鈴江晴日のキャラクターですよね、絶対。なんやろ、来たんかいな。で、いろいろとやってるわけなんでございます。ディズニーがおった、ディズニーがおったわけなんですけど、かけた。ちょっと早くて、うん、この子、はい、はい、かけた、かけたか。あー、でかいでかいでかい、清水くん。結構大きめにかいきましょう。ここでええぐらいですよ。ここで。でかく書いたらあかんとは思いながらもね。はいはい。せっかくならばでかく書きましたよ。確かシンナーで消されてますよね。信頼で消すね。ここ逆に目立ったのに。これ僕ここに書いていた。いや、いいですよ。バイヤーでこれワンオクのワンオク来たメンバーの中にあるみたいな流れで。いや、でも明らかにちゃうのが分かります。一段どうね。ワンオクの人たちこうでしょ。そうそう。じゃあね。なんか違うぞ。なんか違う。違う漫画やぞ。じゃあ、あの書いてる姿撮ってあげますか。はい。わかりました。じゃあ僕はね、ここに書きますね。ただ一つ弱点、書きづらいっていうね。日曜日どっか、あいつを、さあ、西浦がこのサインを書いて終わりたいと思います。トイレ横の自由に。できた。
また帰ってきます。帰ってくるぜ。読めるかな。字汚かったな。こう読んでくれな。うん、こう読んでねみんな。あ、角度間違えた。あ、これもロックでしょ。そう。まあそうなる。室内がいいけど、よく外でやるときも怖いですよ。いろんな人見られるから。ねえ、まあ一人で喋ってる人駅までいっぱいおりますけどね。いや、あれと一緒だと思う。わかりました。こういう感じで、キャンパスボーイはこういう感じです。おお、見ろこの距離感。